自分で自分のこと治療できるし、ですごく治療するのに短時間でできそうだから、はい、だから本当にこれからも役に立つだろうなと思って、今日は本当にね、あのすごく貴重な体験させていただきました。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。今回自分自身でもこう体験ができたので、それを自分でできたってことは、同じことをすれば、あの相手の方もこう言葉とか出ない方としても体に変化が出て、ちょっとでもこう楽に寝れるなとか、ずっと体に緊張が走ってる状態がちょっとでも緩和できたら、ね、ゆっくり休めるかなっていうところも思ったので、まあ、ちょっと自分でもやってみようかなと思っています。そしたらおへそに音差はで鳴らして当てるだけでいいです。当てるだけでいいです。そうするとさっきの右と左の差がなくなります。こちら行ったら首行って上げて、そんなに難しくないですね。あの右肘をつけて、あと回すだけ、これだけです。音差をその人のクライアントさんの状態に合わせた音差にする、これが結構ね一番大きい特徴ですね。で、そのいわゆる一般的なその音差療法というか音差ヒーリングっていうのは、その一番はその周波数がたくさんある周波数で、でそのこの周波数でクライアントさんにやってあげる。そうすると音差をたくさん揃えなきゃいけない。だから結構音差療法やってる人っていうのはそのマニアのようにたくさん揃えるようになります。種類があるので、ソルフェージュ音差であったりとか、カバラ音差とか、あと今も内臓のもうそれぞれの周波数があったりするので、肝臓の音差とか腎臓の音差とか心臓、あとは血液の音差であったりとか、もうどんどん増えていくと、じゃあそれをどうやって使うのかとか、たくさんあるけども使うのはじゃあどれみたいな感じになってくる。そういうものがあるときに、その僕の場合はスタートはあのハーモニック音差なんですね。音のピタゴラス音階ので、この8本の中からその人に合った音差を選んでやってあげると、その1本でいろんな音ができるっていうのがそこを見つけて、でだからその1本さえ選んじゃえば他の音差がいらないんですよね。でそういうことをやってたんですけども、今回その皆さんにお伝えするようになってくると、そのハーモニック8本でさえもちょっと多いなと思って、それよりはその今日皆さんに手元にあるその音差をその人に体にマッチングすることができれば、結構気軽に入ってこれる世界だなと思って、で今回開発した次第です。それと背骨が歪みがあるんで、こう触った時の左右の緊張ですよね、右左の緊張を見てもらっていいでしょうか。こんな感じでいった時のこの辺はどっちが背骨がどうのこうのじゃなくて、大雑把でいいので、背中の緊張、右と左の差、この場合は右の方がちょっと落ち込んでいて、上の方を押した時にこっちが落ち込んでこっちが落ち込まないっていう硬さになりますよね、見た感じで。まあ背骨の歪みをもう見れる人は見てもらっていいです。左右の流れですよね、こっちにこう流れれば神経経因がこっちに出るので、こっちの方が触った時に痛くてこっちが痛くないとか、そういうのも出るんですが、まあ大雑把なその緊張で見てもらっても結構です。でそれを確認したら、ここの盆のくぼ、まあ頚椎1番と2番のちょうど1番のところの盆のくぼですよね。でここに音差を、ここの盆の区分のちょうど延長線上にこういうような一本の線が通っているイメージを持ってもらって、これはもう右に10回、左に10回、これで変わっちゃいます。これで背骨がまっすぐになって、足の緊張もなくなって、足も揃って、
で先ほど上で見た骨盤のねじれが取れて手の長さが揃うっていうふうにここ1点で変わっちゃいます、はい、これで10回、ここですね、 OK です。そしたらもう1回慣れしますよ。あ、ちょっとごめんなさいね、ちょっと持っててもらっていいですか。まあそうで、でこれで今度こっちまで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でもう先の緊張を見てもらっていいです。はい、ここにあった硬いのそうです。あ、柔らかい。今度どうですかね。柔らかいですね、はい、もう柔らかくなってますね。あとこっちの沈みもそうでもなくなってきて、背骨の曲がりどうですか。さっき曲がってたの、なんかまっすぐになってきましたね。これがこの頸椎1番と2番にある矯正ですね。すごい。そしたら上向きでさっきの骨盤の位置とか手の長さとか確認してもらっていいですか。そう、さっき骨盤の位置を見てもらった位置とこの位置ですよね。はい、骨盤が揃って、で手の長さ中心もらって力抜いてもらった時にこの左右が一緒になってるんですね。はい、その音叉を使ってじゃあ何ができるのって、まあ、体を緩めることができるんですけども、じゃあ症状もちょっとやってみようかなっていうのがやっぱり面白い企画みたいな感じなんですよね。でいつ頃から痛かったんです。最近です。でどうするとどんな感じですかね。でも今でも痛いですよ。あ、ちょっと曲がれるような痛い。ちょっと振ると全然硬い怖い。まあ、硬さね。でシンプルにこれでどうですか。ちょっとこれで首痛みで変化します。若干楽とかあります。こっちはいいんですけど、こっちは曲げてくる、これは痛い。これはちょっと違います。そしたら、あ、重さこれですもんね。これでちょっとどうでしょう。ちょっと違いますよね。あとはちょっと力抜いて、でこれもさっきと違いますよね。ここで触ったところですよね。こんな感じですね。どうでしょうか。はい、手順さえ踏めば必ず効果が出ると。あと先ほどの話だけども、言霊もそうなんですけれども、音叉もそのでき自分が自信ない人のための逆にテクニック、なんか全然信じなくてもできちゃったってやつです。できちゃうんだって感じですよね。そうするとやっていくと、そういう世界があるんだなってなってくると、だん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 、あ、やっぱり自分でやってって変化が出ると確証につながっていくんで、その入り口としては非常に面白い。これからやっぱり波動の治療っていうのはどんどん注目を浴びてくるし、音叉っていうのは結構いろんな協会とかやってて、なかなか一般に目に触れないので、こういうちょっと覚えておくと、なかなか他にやってないのが自分ができるっていう、ちょっと他と違う存在のものにもなるので、すごく皆さんのためになってもらえればなと思います。